していって、両足を伸ばしていって、マハムダラの一番簡単な形に入ろうと思いますね。まあ、両足投げ出して、その前にダラーンと体を倒しておいてください。まあ、朝で体硬い人は無理しないようにしてください。で、体を起こしていきながら、左足のかかとを自分の体の方に、永遠の方に引っ掛けて、右足を伸展した形でいきたいと思います。で、体を前に倒しまして、人差し指を親指にかけて、左手を反対方向に持っていきます。届かない方は膝少しぐらい曲げても構いません。では、息を吐きながら足先引っ張って、顎を引いて背中丸く突っ張らせて、お腹を引っ込めます。息を吸いながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上げていって、顎をよく突き出して首の後ろを縮めて眉間行進。息を吐きながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹を引っ込めて腹部に意識を集中します。息を吸いながらお腹足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら、はい、顎を突き上げていきながら眉間行進してください。ちょっと組んだか、はい、もう一度息を吐きながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中丸くしてお腹を収縮させます。息を吸う段になった時にお腹と足先緩めて体を自然に前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上がっていって、はい、眉間行進しながら少し息を吐きながらゆっくりと前に倒れていって、今度は単なる前傾姿勢ですから自然に倒れていって、しばらくじっとしたまま眉間に意識を置いてください。足先は引っ張っておいてもいいし、緩めておいても、今はどちらでも結構です。次、息を吸う段になったら、ゆっくりと体を起こしていきまして、そうしてこの寝ている左膝を起こして、左腕で抱え、それから右腕で抱えて、はい、意識をムーラーダーラチャクラに置いて、背骨沿いに意識を引き上げていきますから、一旦息を吐いていって、はい、息を吸いながら、エイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭てっぺん。吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、エイン。吸いながら、エイン、尾骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、エイン。吸いながら、エイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾骨末端、エイン。はい、そうしたならば、左膝を伸ばしてやって、それから右足を引いてきて、さっきと反対の形を作りますね。それから体を前に送り倒して、左手の人差し指を足の親指に引っ掛け、右手を反対方向に交差させるようにして伸ばしてやってください。では息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて、はい、お腹も少し収縮させて、息を吸いながら腹部と足緩めて体を前に倒して、さらに息を吸いながら顎を突き上げていって足引っ張って眉間行進。ちょっと組んだ、息を吐きながら足先緩めていって体を前に倒していき、さらに息を吐きながら顎を引いてきて足先引っ張って背中丸くしてお腹収縮。
息を吸いながら腹部と足を緩めて体を前に倒して、さらに息を吸いながら顎を突き上げて眉間行進。息を吐きながら足先緩めて体を自然に前に倒していって、さらに息を吐きながら頭を顎を引いてきて背中丸くしてお腹もちょっと引き締めて、息吸いながらお腹と足緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎をよく突き上げて首の後ろ縮めて眉間行進。息を吐きながら自然に今度は前に倒れていくだけ。前傾姿勢をとって意識は眉間か頭の中心に置いておいてください。息吸う段になりましたら上体をよく起こしていって、そうしながら右膝を立てていって、右腕で抱きかかえて左腕で補強するような形にして、息を吐きながらエイングに意識を合わせていってください。はい、息を吸いながらエイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、エイン。吸いながらエイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、エイン。吸いながらエイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、エイン。はい、そうしたなら立てている足をゆっくりと伸ばしてやって、自然に前かがみになって意識を眉間か頭の奥に合わせておいてリラックスしてください。そうしたなら両手を伸ばして足の親指、両足の親指を掴んで、はい、息を吐きながら足先引っ張って顎も引いて背中を丸くしてお腹を少し引っ込めて、息を吸いながら体を前に倒していって、さらに吸い上げながら顎を突き上げて背中反り上げて眉間行進。息を吐きながらゆっくりと前に倒れていきまして、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹をぎゅっと引き締めて、息を吸いながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎を突き上げて眉間行進、ちょっとプンバカ。もう一度いきます。息を吐きながらゆっくり前に倒れていって、息をさらに吐いていって足先引っ張って顎を引いて背中突っ張らせてお腹をちょっとギュッと引き締めて、息を吸いながら体を少し前に倒していって、さらに吸いながら反り上がっていって、顎を突き上げて首の後ろ縮めて眉間行進、しばしくんばか。息を吐きながらゆっくりと前に倒れていくだけで、眉間か頭の中心に意識を置いてしばらくじっとして、はい、息を吸う段になったら上体をゆっくり起こしていって、今度は両膝を抱きかかえるような形を作ります。腕はどちらが先でも構いませんが、このように膝を抱きかかえて、はい、息を吐きながらエイングを意識しておいてください。息を吸いながらエイン、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、
つむじ、頭てっぺん。吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、へい。吸いながら、へい、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭てっぺん。息を吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、へい。息を吸いながら、へい、尾低骨末端、へそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭頂部。吐きながら、頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨末端、へい。はい、そうしたなら、任意の座法で昇進端座に入ってください。マハームドラの2回目をやりたいと思いますので、ちょっと足伸ばすテープマハームドラの2回目は簡易化されたムドラの2ですね。さっきのはね、簡易化されたマハームドラなんですね。で、簡易化されたマハームドラのね、もう一つのやり方を、さっきは膝を起こしてですねやりましたが、今度はですね、水平方向での意識の引き上げやるので、こちらの方がちょっと姿勢的には辛いもんですから、こちらを2番としたんですね。で、今回マハームドラ5段階までいきますので、最終の皆さんにやってほしいんですが、そこまでとてもいけないという方ももしかしたらおられるかもしれないので、5段階で組み立ててみたんですね。そしたならば、足引きやすい方は引いていってって言いたいところなんですが、普通はマハムダは右足からやるので、説明のつの字を右足伸ばします。ご自分でやるときは左足伸展からでも構いませんので、右足を伸ばしてエイングを引いてください。で、体を前に倒してちょっと腰のあたり緩めておいて、それでは手を伸ばして足を取るのは一緒ですね。交差させるのが普通ですが、もちろん親指と小指を別々に取る、こういうやり方も可能ですね。では行きましょう。息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中を突っ張らせてお腹を少し引っ込めます。息を吸いながら足先緩めて体を前に倒して、さらに息を吸いながら反り上がっていって、顎を突き上げて眉間凝視します。ちょっと組んどか、息を吐きながら足先緩めて体を前に送り倒して、頭が膝を擦るぐらいの感じでこう持ってきて、顎を引いて背中を突っ張らせてお腹を引っ込めてください。息を吸うときにお腹と足先を緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎を突き上げていって眉間凝視して少し組んだか、息を吐きながらゆっくりと前に倒れていって足緩めますね。さらに息を吐きながら滑らかに前曲げの姿勢を作ってお腹を引っ込めて、ウッディアーラバンダ、マニクーラ刺激ですね。息を吸う段になったらお腹緩めて、足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上がっていって、首の後ろ縮めるようにして顎を突き上げて、はい、眉間凝視。次、息を吐きながらゆっくりと前に倒れていきながら、意識をムーラーダハーラチャクラに持っていってください。で、息を吸いながら意識を引き上げます。エイン、尾低骨末端、おへそ背面、胸背面、首背面、頭中心、つむじ、頭てっぺん。吐きながら頭頂部、つむじ、頭中心、首背面、胸背面、へそ背面、尾低骨部、へい。息を吸いながら、ムーラーダーラチャクラ、スワーディスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーディスターナ、ムーラーダーラ。吸いながら、
ムーラララ、スワリスタナ、マニプーラ、アナハタ、ビシュッダ、アージニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナハタ、マニプーラ、スワリスタナ、ムーラーラハラ。はい。息を吸いながら、手を離してゆっくりと上体を起こしていったなら、両膝に軽く手を置いて、眉間表面部下、その奥、アージニアチャクラに視線を定めたまま、しばらく息の観察かアージニアダーラナをしてください。で、そこに視線意識を定めたまま、足を交代してください。左足伸ばしていって、右足引いていって、それから体を前に倒していって、まあ目開けたい人は開けてもいいんですが、閉じている人は閉じたままでもいいでしょう。手の交差を作ります。簡単にできますね。これぐらいね。はい、息を吐きながら足先引っ張って、顎を引いて、背中丸くしてお腹引っ込めて、マニプーラ刺激。息を吸いながらお腹足先緩めて体を前に倒していって、息を吸いながらさらに反り上がって気持ちよく反り上がった上でアージュニャダーラナクンバカ、息を吐きながら足先緩め体を前に倒していってさらに息を吐きながら今度は足先顎引っ張って背中丸めてお腹引っ込めてマニプーラダーラナみたいな形、息を吸いながらお腹足先緩めて体を前に倒して、さらに息を吸いながら反り上がって、顎を突き上げて首後ろを縮めて、はい、眉間行司、クンバカ。息を吐きながら足先緩めていって、背中も緩めて前に倒しながら、さらに息を吐きながら緊張していきますね。足先引っ張って、膝裏伸ばして、はい、お腹もギュッと引き締めて、マニプーラダーラナ。息を吸うときにお腹足先緩めて、体を前に倒して、さらに息を吸いながら、顎を突き上げて、はい、眉間行司、ちょっとくんばか。次、息を吐きながら、永遠の方に意識を持っていって、前傾姿勢の割には永遠を意識しておいてください。息を吸いながら、ムーラーラハラ、スバーリヒターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリヒターナ、ムーラーラハラ。吸いながら、ムーラーラハラ、スバーリヒターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アーディニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーリヒターナ、ムーラーラハラ。吸いながら、ムーラーラハラ、スワーリヒターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アーディニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アーディニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーリヒターナ、ムーラーラハラ。はい、吸いながらゆっくりと上体を起こしていって、両膝に手を置いたなら、またアージュニアにダーラナ。それでは、アージュニアダーラナを外さずに、右足を前に出していって、体を少し前に倒して、両足の親指を取ってください。もちろん、手を伸ばしてやって、土踏まずを大圧する形でも結構です。はい、息を吐きながら足先引っ張って、顎を引いて背中突っ張らせてお腹を引っ込めて、マニプーラシン。息を吸いながらお腹緩めて、足先緩めて、体を前に倒して、さらに息を吸いながら反り上がっていって、アージニアダーラナラクンバカ。息を吐きながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張っていって、顎を引いてお腹ギュッと引き締めてマニプーラ締め。
息を吸うときにお腹足先緩めて、ゆっくりと体を前に倒していって、なるべくスムーズによどみなく反り上げていって、そうしてアージニャナダーラナ。息を吐きながらまた前屈に入っていってください。顎を引いてお腹ギュッと引き締めてマニプーラ刺激。息を吸いながらお腹を緩めて足先緩めて体を前に倒す。さらに息を吸いながら反り上がっていきながら顎を突き出して首縮めてアージニャーダーラナークンバカ。はい、息を吐きながら前に倒れていきながら意識をムーラーダハラチャクラの方に持っていってください。はい、息を吸いながらムーラーラーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタリシュッタアージニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージニャリシュッタアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーラーラ息を吸いながらムーラーラーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタリシュッタアージニャビンドゥサハスラーラ吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アーズニャ、リシュッタ、アナーハタ、マニクーラ、スバーディシュターナ、ムーラーラー。吸いながら、ムーラーラーラ、スバーディシュターナ、マニクーラ、アナーハタ、リシュッタ、アーズニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アーズニャ、リシュッタ、アナーハタ、マニクーラ、スバーディシュターナ、ムーラーラー。はい、息を吸いながら手を離して上体を起こしてまたアージニャに軽くダーラナーしていきます。それでは任意の座法に入っていって昇進観座なさってください。3番目に行きたいと思いますね。じゃあまた両足を伸ばしていってください。で腰緩めて前傾姿勢でリラックスしておいてください。今度のマハムドラーさんが標準的なマハムドラーですから、まあ足引っ張ったり緩めたり疲れてる人はなさってください。これから行うマハムドラは簡易化されたマハムドラじゃありません。さっきの 1,2 っていうのはマハ僕たちがやってきたマハムドラを、まあ、簡単にしたやつなんですね。で今度は省略しない標準的なマハムドラです。でそれをあと 4,5 と発展させていきたいと思うんですが、これからやるマハムドラを覚えておいたらそれだけでも十分です。じゃあまあ両手を伸ばしてやって足の親指を掴んでください。では息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中を丸くしてお腹を引っ込めます。息を吸いながら体を前に倒していってさらに吸い上げながら顎を突き出して眉間の方を凝視して少し組んだか。息を吐きながら足先緩めながら前に倒れていってさらに息を吐きながら足先引っ張って顎も引いて背中丸くしてお腹を引っ込める。息を吸いながらゆっくりと前に倒れていってさらに息を吸いながら反り上がっていって首縮めるようにして顎を突き出して眉間凝視組んだか。息を吐きながら足先緩めて体を前に倒していってさらに息を吐いていって足先引っ張ってお腹引っ込めて息を吸う段になったらお腹緩めて足も緩めて前に倒していってさらに息を吸いながら顎を突き上げてはい眉間凝視。息を吐きながらゆっくりと前に倒れていきながら意識をムーラーハーラチャクラに持っていってください。息を吸いながら
ムーラーラハラスワーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージニャービンドゥサハスラーラ、息を吐きながらサハスラーラビンドゥアージニャービシュッダアナハタマニプーラスワーリシタナムーラーラハラ、息を吸いながらムーラーラーラスワーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージニャービンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスワーリシタナムーラーラハラ、息を吸いながらムーラーラーラスワーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスワーリシタナムーラーラハラ、息を吸いながら上体を起こしていきながらすぐ膝を曲げていって両腕で抱きかかえてください。で、息を吐きながら永遠部に意識を持っていってください。息を吸いながらムーラーラーラスバーリシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスバーリシタナムーラーラ、息を吸いながらムーラーラハラスバーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスバーリシタナムーラーラ、吸いながらムーラーラーラスバーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスバハリシタナムーラ。そうしたなら右足を伸ばしてやって左足のかかとを永遠部につけて体を前に倒して右手の人差し指で足の親指をつかみ左手を交差させて、はい、息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中を丸めてお腹引っ込めてマニプーラ刺激、息を吸いながらお腹足緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎を突き上げて首の後ろ縮めて眉間行司クンバカ、息を吐きながらゆっくりと体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹引っ込めてマニプーラ刺激、息を吸いながらお腹緩めて足先緩めて体を前に倒して、さらに反り上がっていって顎を突き上げていって首の後ろ収縮させて眉間行司クンバカ、息を吐きながらゆっくりと足先を緩めながら体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中丸くしてお腹引っ込めてマニプーラダーラナ、息を吸いながらお腹緩めて足先緩めて体を前に倒していって、息を吸いながら反り上がっていって眉間を見つめながら顎を突き上げて首の後ろも縮めて、息を吐きながらゆっくりと前傾姿勢に入りながら意識を永遠の方に持っていってください。息を吸いながらムーラーラーラスバーリシタナマニプーラアナハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスバーリシタナムーラーラーラ、吸いながらムーラーラーラスワーリシタナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスワーリシタナムーラーラーラ、吸いながらムーラーラーラスワーリシタナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナハタマニプーラスワーリシタナムーラーラ、息を吸いながらゆっくりと上体を起こしていって手を離してすぐ左膝を起こしていって左腕で抱きかかえ右腕で抱きかかえながら永遠に意識を合わせて息吐いていって、
はい、吸いながら、ムーダーダハラ、スバーディシスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラハラ。吐きながら、サハスラハラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシスターナ、ムーダーダハラ。吸いながら、ムーダーダハラ、スバーディシスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラハラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージェニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーダハラ。吸いながら、ムーラーダハラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージェニア、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージェニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーダハラ。はい、すぐに左足を伸ばしてやって、右足のかかとをエインの方に引き寄せていって、体を前に倒しながら左手で足の親指掴んで、右手を交差させて息を吐きながら、はい、足先引っ張って顎を引いて、お腹も引っ込めて、マニプーラ刺激。息を吸いながらお腹足先緩めて、体を前に倒していって、さらに息を吸いながらゆっくり反り上がっていって、アージュニャークンドタ。息を吐きながら足先を埋めて、体を前に倒して、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて、背中を丸くして、お腹キュッと引き締めて、マニプーラ刺激。息を吸いながらお腹足先を埋めて、体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎を突き上げて、首の後ろ縮めて、二間教師。息を吐きながら足先緩めて、体を前に倒していって、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて、お腹引っ込めて、マニプーラ刺激。息を吸いながらお腹足先緩めて、体を前に倒して、息を吸いながら顎を突き上げて反り上がって、はい、二間教師くんどか。息を吐きながら足先緩めて、ゆっくり前に倒れていきながら、意識をエインの方に持っていってください。はい、息を吸いながら、ムーラーラハラ、スバーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーラハラ。吸いながら、ムーラーラハラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーラハラ。吸いながら、ムーラーラハラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーラ。息を吸いながら上体を起こしていって、右膝を抱え込んでいって、息を吐きながら右腕で抱えて、左腕で抱えた頃には円印を意識しておいて、はい、吸いながら、ムーラーダハーラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーダハーラ。吸いながら、ムーラーダハーラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーダハーラ。吸いながら、ムーラーラハラ、スバーディシュタハーナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハーナ、ムーラーラ。では、任意の座法を取っていって、昇進探座して、体背面での意識の引き上げ引き下げを行います。ムーラーダーラから今行いましたクリア。
体の背面を使って8つのチャクラを登っていって8つのチャクラを降りてくる。息が苦しい人は2つに分けて構いません。行ってください。8つのチャクラを登っていって8つのチャクラを降りてくる。息が苦しい人は2つに分けて構いません。はい、ご自分で意識の8つのチャクラを登っていって8つのチャクラを降りてくる。息が苦しい人は2つに分けて構いません。自分で意識の引き上げ引き下げをしばらく行ってください。で、クリアをやってますと、最初はですね、息が浅くなっていくものです。で、最初は楽に8秒で吸えたものが、どうも息が浅くなっていって、8秒では吸えなくなった。っていうようなことはよく起こることです。その場合には無理をせずにですね、4秒で吸い上げて、4秒で吐いててっぺんまで行きますね、サハスラーまで。次、息を吸いながら4つのチャクラを降りて、息を吐きながらまた4つのチャクラを降りる。そのように2分割されるか、あるいは前の時間帯でやりましたようにですね、最初のオームで3つのチャクラ登っちゃうわけです。ムーラーダーラスバーディシタナマニプーラと。で、その後の5秒でサハスラーラに達して、また息を吐くときには5秒でサハスラーラからアナーハタまで降りていきますね。最後のオームでマニプーラスバーディシタナムーラーダハラと3つ一挙に降りちゃうわけです。そのようにして呼吸に無理がないようにしてクリアをやってください。呼吸乱れたり無理が来るとクリアもあまり効果出てきませんから、決して呼吸に無理がかからないようなクリアの仕方を工夫して、ご自分で工夫されてやっていってみてください。で、クリアが気持ちいい時にはしばらく行っておいて、その後やはりダーラナーに入るのが目的ですから、降りていったなら自分で一番ダーラナーしやすいところを一つ選んでダーラナーに入っていってください。
で今行いました行法はマハームドラーから昇進短座でのクリア、クリアといってもムーラーダハラからサハスラーラまで背面を登っては降りるという、まあ、全てのチャクラをの中心点ですねを使ったスシムナー内の意識の引き上げ引き下げです。それからダーラナに入ったわけですね。あとはダーラナをじっと続けていってくださるか、またクリアを入れてダーラナに戻るかと、そのようにやればいいわけですね。今のようなマハームダラをやりますと、パシュチモッターナーサナとジャーヌシューサシャーサナどちらの要素も入ってますから、あとは他のアーサナしなくてもすぐ座れちゃうし、疲れたならまたマハムダラ入れてもよろしいんですね。で、マハムダラ3として行いましたやり方は、今日はパシュチモッターナアーサナから入りました。もちろん、普通はジャーナシールシャアーサナの形から入ってパシュチモッターナに行きますが、まあ、この前、永遠寺でですね、オーソドックスなやり方、かなり詳しくやりましたので、今回はこうもできるということで、マハムダラの標準的なやり方として、最初パシュチモッターナアーサナの形で入って、次に、まあ、片足ずつジャーナシールシャアサナの形を借りてマハームドラを行い、そして昇進短座に入るという形を取りました。いろいろなやり方がありますから、ご自分で一番やりたいと思うマハームドラを活用して、あとは昇進短座での残業ですね、それに励んでいかれたら良いと思います。では次、息を吐く段になったらどうぞ腰、背中、首、頭の力を抜いてリラックスして、足ほどきたい方はほどいて、じゃあ今の時間帯はここまでにしておきます。マハームドラーに入りましょう。でマハームドラーの4ですね、今度はね。さっきやったのは標準的なものですが、まあ僕らがやってる標準的なものからしたら内容は一緒でも、最初パシュチモッターナーサナの形をやったところが、まあ何がしかのバリエーションでしょうね。ちょっとした、まあ、変化形だったと思うんですが、で今度はですね、まあちょっとさっきのレベルアップして、プラーナの流れをイメージしながら前曲げ反り上げやったりして、もう最初からですね、前曲げ反り上げやるときからもうクリアを入れていって、その後水平方向でクリアやって、垂直方向でもクリアやってって、さっきのよりはちょっとテクニック使うと思うんですね。まあでも慣れてくれば別に難しいということはありません。でさっきのと一緒の形でやってもいいんですが、今度は標準的な、まあ、ジャーヌシールシャ系から入る方からいって、最後パシュチモッターナアーサナでいって、あと昇進短座に入りたいと思うんですね。じゃあ右足を伸ばしてもらって、体を前にと倒して、足の親指取って左手を反対方向に引っ掛けましょう。では息を吐きながら、足先引っ張って顎を引いて、お腹引っ込めてマニプーラしめる。息を吸いながらゆっくり前に倒れて、さらに反り上がって、アージニョーニキョーネ。じゃあプラーナの流れのイメージを共に流します。息を吐きながら頭の方から背骨沿いにプラーナがずーっと降りていって、さらに前曲げに入った頃にマニプーラの背面あたり通って、それからムーラーダーラまで足していって、お腹ギュッと引っ込めた時にムーラーダーラからマニプーラの方にプラーナがギュッと上がったような感じ、引き締めるので、息を吸う時にはお腹足先緩めて、永遠の方からね、背骨沿いにプラーナがずーっと上がっていって、反り上がっていく頃にはビシュッダからアージュニアあたりに行って、それから頭後ろに持っていく頃にビンドゥ、サハスラーラとプラーナが登っていく様をイメージします。でその後でアージュニアにダーラナします。頭からストンとアージュニアに下ろす。息を吐く時にはまた一旦サハスラーラに上げて、サハスラーラの方からビンドゥを経てずっと背骨沿いにプラーナが降りていく様をイメージしながら、さらに息を吐きながら前曲げに入る頃にはマニプーラ背面、ビシュッダ背面、スバーディシタの背面、そしてムーラーダーラに行った後ギュッとお腹引っ込めた時にムーラーダーラからマニプーラの方に上がっていって、マニプーラダーラのような形にします。息を吸いながらお腹緩めて、足先緩めた時にはまたムーラーダーラからスタートして、スバーディシタなマニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、
それからアージュニャ、頭を後ろに持っていってビンドゥ、サハスラーラとプラーナを上げて、その後クンバカしてる間はアージュニャの中心に向かってダーラナウです。はい、息を吐きながらゆっくり前にただ倒れていって、サハスラーラからずっと背骨沿いにプラーナがムーラーダーラに向かって流れていく様をイメージして、息を吐き切って前傾姿勢作ったら、はい、息を吸いながらムーラーダーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャー、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャー、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシタアナ、ムーラーダーラ。息を吸いながら、ムーラーダーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャー、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシタアナ、ムーラーダハラ。吸いながら、ムーラーダハラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシタアナ、ムーラーダハラ。息を吸いながら上体を起こしていって、はい、左膝を起こしていって、左腕抱きかかえて、右腕で補強して、息を吐きながら、ムーラーダハーラを意識して、息を吸いながら、背面、ムーラーダハーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシタアナ、ムーラーダハーラ。吸いながら、ムーラーダハーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシタアナ、ムーラーダハーラ。吸いながら、ムーラーダハーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシタアナ、ムーラーダーラ。そうしたなら、左足を伸ばしていって、右足を折り曲げて、エインの方に引き寄せて、体を前に倒して、左足の親指とって右手を交差させます。息を吐きながら、足先引っ張って、顎を引いて、お腹をギュッと引き締めて、はい、息を吸いながらムーラーダーラから背骨沿いにプラーナがゆっくりと上がっていって、自分が弓なりに連れてプラーナもサハスラーラの方に登っていくところを全体的にこう流れをイメージして、息を吐きながら今度はサハスラーラの方からね、ビンドゥを経てずーっと下の方に流れていく様をイメージしながら前曲げの形を作ります。はい、息を吸いながら、またムーラーダーラの方から、背骨沿いに、プラーナが静かに静かに上がっていって、顔を起こしていく頃から、首、頭中心、つむぎ、頭てっぺんと登っていく。そしてちょっとアージニアでクンバカ。はい、息を吐きながら、もう一度サハスラーラに意識戻してから、プラーナが、つむじ通って頭の背面、そして首、背中の方にこう流れていく。それから息を吐きながら、前曲げ作る頃から、マニプーラ背面、スバーディシタアナ、ムーラーダーラといったのをお腹キュッと引き締めて、マニプーラに意識を一旦上げておいて、息を吸いながらお腹を緩めた時にムーラーダーラに下ろして、そこから背面を続けてまた上げていくわけです。ですから背中の中心の背骨を意識しながらこう反り上げていって、首縮めて顎を上げる頃はビンドゥーとサハスララとこう登っていって、その後一旦眉間か頭の中心に下ろしてアージュニャ、はい、息を吐きながらゆっくりとプラーナをサハスララから下ろしていきながら前傾姿勢に入っていって、最終的にはムーラーダーラの方に意識を持っていきます。吐き終わったなら息を吸いながら、ムーラーダーラ、スバーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。吐きながら、
サハスラーラビンルーアージニャービシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタハナムーラーラハラ吸いながらムーラーラハラスバーディシタハナマニプーラアナーハタビシュッダアージニャービンルーサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンルーアージニャービシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタハナムーラーラハラ吸いながらムーラーラハラスバーディシタハナマニプーラアナーハタビシュッダアージニャービンルーサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンルーアージニャービシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタハナムーラーラハラ息を吸いながらゆっくりと上体を起こしていって右膝を立てていって右腕で抱きかかえて左腕で抱きかかえる頃息を吐いていってムーラーダーラを意識してさあ息を吸いながらムーラーダーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハラ吸いながらムーラーダハラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハラ吸いながらムーラーダハーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハーラはいそーっと右足を伸ばしていって体を前に倒して両足の親指をつかんで、はい、息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹をキュッと引き締めて、はい、次息を吸うときに意識を永遠に持っていってそこから背骨沿いにゆっくりとプラーナを上げていって自分の背骨が弓なる に従ってプラーナもそこを通っていってそれから頭中心つむぎ頭てっぺんがその後頭中心に意識を固定して息を吐きながら頭の上に一度上げてからつむじを通ってまた頭中心首背面とずーっと下に下がっていって前曲げに入っていく頃へそ背面それから尾低骨末端永遠の方に行くようにして最後お腹をキュッと引き締めてマニプーラの方に意識をもう一度合わせてで息吸いながらお腹足先緩めるときに永遠の方にもう一度下ろして、はい、背骨沿いにプラーナを上げていきますずーっと上げていってで最後の反り上げの姿勢が完成してから頭のてっぺんから頭の中心にストンと意識を落としてそこにダーラナークンバカするわけですもう一度言ってみましょう息を吐きながら頭のてっぺんに戻したのをビンドゥからずーっと下に下ろしていって前曲げに入る頃からアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダーラといって最後お腹キュッと引き締めてそしてマニプーラにダーラナーします、はい、息を吸う時お腹足先緩めて永遠の方に一旦下ろした意識をまた背骨沿いに上げていきますを吸い終わって反り上げの姿勢を完成したら頭の中心に意識を落としてダーラナークンバカで息を吐きながら頭の上にもう一度上げてから背骨沿いに下ろしていって普通の前傾姿勢に入っていきながら下ろしていって息吐き終わった時に意識をムーラーラーラチャクラに置いておいてください息を吸いながらムーラーラハラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーラハラ吸いながらムーラーラハラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージニャビンドゥサハスラーラ吐きながらサハスラーラビンドゥアージニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハーラ
吸いながら、ムーラーラハラ、スワーディスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ウィシュッタ、ハーギナ、ビンドゥー、サハスラーラ。吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥー、アーギナ、ウィシュッタ、アナーハタ、マニプーラ、スワーディスターナ、ムーラーラ。はい、息を吸いながら、ゆっくりと上体を起こしていきながら、任意の座法で足組みで昇進短座に入って、意識をムーラーラハーラに置いておいてください。で、息を吸うときに、今やりましたクリア、背面を通じての上げ下げに入ってください。8つのチャクラ、きちんと捉えて、息を吸うときに上げていって、吐くときに下ろす。あるいは2分割して、4つのチャクラを入足で上がって、もう4つのチャクラを出足で上がって、それから4つのチャクラを入足で降りて、下4つのチャクラを出足で降ります。どちらでもいいですから、上げ下げのクリアを行ってください。クリアーに慣れてきたら、思いの手放し、うっかりすると忘れますから、クリアーに熟達すればするほど、素早い覚速、思いの手放し、ということを心がけていかないといけません。素早く手放せば手放すほど思いが起きたのはあそこだって分かるようになります。考え事してるとどこで起きたのか分からなくてただ時間を費やしてしまったってそうなりますから、クリアはきちんとやることの他にですね、外れたなら思いが出たというその瞬間に気づいてすぐさまクリアに戻る、そのような、厳しいクリアヨーガ禅に仕上げていかないと、数ヶ月数年クリアヨーガやっていくうちにですね、だれてきますから、あくまでも僕らとしてはクリアヨーガ禅覚速ということをいつでも念頭において、このようなテクニックをも集中していってください。
今行っているクリアを別にしまして、もう一回上げ下げした後、皆さんが一番自分でダーラナーしたいところを一つ選んで、ダーラナー各足、行念各足にお入りください。意識を巡らしても各足、意識を固定しても各足というところからですね、体を動かしても気づき、静かに座っていても気づき、意識を動かしながらでも各足できるならば、その意識を保っておくと体を動かしながらでも各足しやすくなるわけですね。座禅している時だけ、お祈りしている時だけ、ヨーガの瞑想している時だけ気づきがあるけれど、動き始めると忘れちゃうっていうのは、それはちょっとまずいわけです。ですから動中静、静中動っていう言葉ありますが、このように静かに座っていって、体は静か、息も静か、しかしクリアして意識は動いている。その中で他の思いが出たならすぐ気づいて獲得できるっていうことがですね、体を動かしても獲得できるっていうことにつながっていくんですね。それを心がけていくと本当にそのようになります。ですから考えていて気づいたのを、今度は自分が話していて気づく、あるいは人様のお話を伺っていて気づく、体を動かしていても気づく、そのように持っていくわけです。そうしたならだんだん行住座が気づきっていうふうになっていくわけです。で、今のようなマハムドラ、アーサナのもう前曲げ反り上げからいわばクリアを入れていって、水平方向でもクリアをやり、垂直方向でもクリアをやり、その後昇進探座をしてもクリアをやる。そうすると昇進探座してからのクリアが非常に楽になりますね。あまりもう長い時間やらなくともダーラナーに行ってもいいという状況になりますね。ですから皆さんが例えば1時間のプログラムで修行するとしましょう。そうするとですね、最初10分ないし15分間マハムダラどれかをやったとしますね。で、意識をよく巡らしておいて、マハムダラ終わった後座って3分ないし5分もですねクリアやったなら、あとダーラナーに入るとおそらく40分とか45分とかダーラナーの一点張りで、まあ、ダーラナーって言っても行念各足でいけると思うんですね。で、それを繰り返したいときにはまた10分ないし15分クリアヨーガを組み入れたマハムドラを行いますね。そうするとまたその次の残業40ないし45分ではダーラナー1本でいけると思うんです。そのダーラナー1本でいって行念獲得したなら、まあ、道元禅師の言っている士官多座に非常に近くなりますね。我々のは行念獲得です。道元禅っていうのはいわば獲得行念ですね。
獲得する獲得するということに意識を行念していくわけです。意識を用いていくわけです。例えば我々は日中問題、日中友好とか言うけれども、中国の方は中日友好って言いますね。結局一緒でしょ。どちらも友好していくんだから。だから行念獲得というのが、獲得と言ってもあそこには行念入ってるんです。獲得に行念するということが入ってますから、獲得行念なんです。その実態はですね。で、日中友好というのが、ね、中日友好というのが一緒なのと同じで、我々もマハムドラを別にすればですね、座っている時には視観多山になっていくと思うんですね。僕はずっとクリアヨガ禅やってきてそうなってきてますね。ですからアーナーパーナサティをやっても道元禅に行く、それからクリアヨガ禅をやっても道元禅に行くっていうことで、道元さんの視観多山というのは非常に消化された形ではなかったかと思うんですね。ですから皆さんがマハームドラを別にしてクリアヨガ禅やっていくと、おそらくあとマハームドラを金品に置き換えますと、どこの座禅会に行っても、まあ僧道系ならですね、どこの座禅会に行っても、まあ修行できるようになるんじゃないかと思います。臨済系はちょっとまた別です。では次、息を吐く段になったらどうぞ、腰、背中、クリア、頭の力を抜いてリラックスなさってください。じゃあこの時間帯はここまでにいたします。どうもありがとうございました。マハームドラーの5番目に入りたいと思いますので、でマハームドラーはいろんなやり方ありますので、今回だけで終わりということではないんですが、前回永遠寺で紹介したものを紹介したやり方ずっとね、と今回まあだいたい似てますが、今回のぐらいであとはご自分で仕上げられるんです。で今度やるのはこの前ちょっと永遠寺でもやってなかった体の鍛え方しますので、まあやれる人はやってみてください。それでね、ジャーヌシールシャーサナの形で膝を太ももに上げる形ありますでしょ。であれでやるんですが、できない人はまあ無理しないでそうやるんだなとだけ覚えておかれたらいいでしょう。でまあ、右足から行くとしますと、左足を太ももの上に上げるジャーヌシールシャーサナの形を取ってください。できない方は普通にこうかかとを永遠の方に引き寄せるやり方で構いません。で体を前に倒して足の親指を右手で取って、左手を反対方向に引っ掛けますね。では息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて、中を軽く引き締めて、息を吸いながら足先を中に埋めて、体を前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上げて眉間上、息を吐くときに頭のてっぺんから背骨沿いにプラナがゆっくりと流れ落ちていく様をイメージしてください。で前曲げに入っていって、エイングに達したらお腹ギュッと引き締めるときに、エインからお腹の方に、おへそかお腹、背中側かその中間に意識が上がったと思ってダーラナー、息を吸うときにお腹足先緩めて、さらに息を吸いながら体を起こしていって、首の後ろを縮めて眉間凝視してプンバカ、息を吐きながら頭のてっぺんの方からプラーナを背面沿いに流してやってください。で、エインの方まで行ったならお腹引き締めた時にまた腹部に意識を集中して、息を吸いながらお腹足先緩めて、エインの方から背骨沿いにプラーナがゆっくりと上っていく様をイメージして、さらに息を吸いながらゆっくりと起き上がっていって、首の後ろ、頭中心、つむじ、頭のてっぺんに意識を上げて、最後はアージニャーにダーラナー、クンバカ、息を吐きながらもう一度頭のてっぺんに意識を上げて、背面沿いにプラーナを流してゆっくりと前曲げの姿勢に入っていきます。お腹引き締めた時にはマニプーラ刺激、
息を吸いながらお腹緩めて足先緩めて、ゆっくり前に倒れていきながら、永遠の方から背骨沿いにプラーナがゆっくりと上がっていく様をイメージないしは近くしていきます。で最後はアージニャダーラナークンバカの姿勢に入りますね。ここから息を吐きながらゆっくりと頭のてっぺんからプラーナ流しながら前傾姿勢に入っていきます。その時に意識を永遠の方に持っていって、はい、息を吸いながらムーラーダーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダーラ、吸いながらムーラーダーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスワーディシュターナムーラーダハラ、吸いながらムーラーダハラスワーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスワーディシュターナムーラーダ、息を吸いながらゆっくりと上体を起こしていったら、伸びている右足を、気をつけてください、伸びている右足を折り曲げていって、こういう形を作ります。できない人は足を閉じてもいいですが、できる人はこういう形で腹部圧迫しながら右腕で右膝を抱えて、左手でそれを補強して、はい、永遠部に意識を置いて息を吐いていって、吸いながらムーラーダーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャービンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャービシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダーラ、吸いながらムーラーダーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャービンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハーラ、吸いながらムーラーダハーラスバーディシュターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシュターナムーラーダハーラ。そうしたならばゆっくりと左足を外して、これをまず伸ばしてやって、今度はこの立っている右足を左足の太ももに乗せて、ゆっくりと体を前に倒していって、左手の人差し指で足の親指掴んで右手を交差させて、息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて、お腹をキュッと引き締めてマニプーラダーラナ、息を吸いながらお腹足先緩めまして、体を前に倒していって、さらに息を吸っていって、首縮めてアージニャーダーラナ。息を吐きながら頭のてっぺんからプラーナを背面沿いに流してやって、前曲げに入っていきます。で、前曲げ終わる頃、ムーラーダハーラに達したらお腹をギュッと引き締めて、意識をマニプーラに持っていって、ダーラナ。息を吸いながらお腹緩めて体を前に倒していって、プラーナが永遠から背骨沿いにスーッと登っていく様をイメージ近くして、でサハスラーラまで上がった時に最後はストンと下ろしてアージュニャーダーラナー組んだか、息を吐きながらサハスラーラに一旦意識を上げて、背面沿いにまたプラーナを流しながら前曲げの姿勢に入っていきます。でお腹最後引き締めるときにマニプーラダーラナ、息を吸いながら一旦ムーラーダーラに落として、そこから背面沿いにプラーナを上げてやりながら反り上げを行っていきます。反り上げ終わった人はアージニャーダーラナークンバカ、
もう一度いきます。息を吐きながらサハスラハラからずっとビングを経て背骨沿いにプラーナを流してやって前曲げに入ります。最後はウッディアーナバンダ、できる人はムーラバンダも決めてマニプーラシネ、ジャーランダラバンダも入りますね。息を吸いながらそれらを解除して、はい、ムーラーラハラからずっとプラーナを上げてやって、でサハスラーラの方に行ったなら視線をアージニャーに定めて、この場合もお腹引き締めてるからウッディアナバンダは入ってます。ムーラバンダも入ってます。喉は意識で引き締めてあります。トリバンダはやはり入ってます。息を吐きながらサハスラーラに一旦意識を上げて、前曲げじゃなく前傾姿勢に入っていきますので、意識をずーっと背骨沿いにムーラーダーラの方に落としていって、はい、息を吸いながらムーラーダハラスバーリシターナマニプーラアナーハタリシュッダハージニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージニャリシュッダアナーハタマニプーラスバーリシターナムーラーダハラ、吸いながらムーラーダハラスバーリシターナマニプーラアナーハタリシュッダアージニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャリシュッダアナーハタマニプーラスバーリシターナムーラーダハラ、吸いながらムーラーダハラスバーリシターナマニプーラアナーハタリシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャリシュッダアナーハタマニプーラスバーリシターナムーラーダハラ。そしたら息を吸いながら上体を起こしていって、今度はこの伸びている左足を立て膝していって、右足で腹部をこう圧迫するような形取って、で左腕で左膝を抱きかかえて右手で補強して、で背骨まっすぐ立てて永遠部に意識を合わせて息を吐いていきます。息を吸いながらムーラーダハーラスバーリシハーナマニプーラアナーハタビシュッタアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッタアナーハタマニプーラスバーリシハーナムーラーダハーラ、吸いながらムーラーダハーラスバーリシハーナマニプーラアナーハタビシュッタアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタアナムーラーダハラ、吸いながらムーラーダハラスバーディシタアナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラ、吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタアナムーラーダ。そうしたならば、そこからもし皆さんが足そのまま組みやすいなら、左足をねこう曲げちゃうとパドマーサナに入りますでしょ。でこれやりにくい人は足の下に持ってきたならば、アルダパドマーサナになりますでしょ。まあそのようにするか、あるいは他の足組み何でも構いません。それで意識の引き上げ引き下げをもう数回補強的に行います。永遠に意識を置いておいて、あとはマイペースで意識の引き上げ引き下げ呼吸が苦しい方は二分割してください。どちらでもいいですが、数回クリアヨーガをやってみてください。
こうやっていきますと、エイン部がだん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 熱感を帯びてきて、こう引き締まるような感じになってきますでしょう。まあ近くできる人いるかもしれません。それがムーラバンダです。筋肉を引き締めることではありません。アパーナキがもうそれ以上下がらないように熱感を帯びてきて内的に収縮していく現象、それがムーラバンダです。同様に腹胸式呼吸やっているとお腹の動きが少なくなっていて、どんどん胸の方の動きが大きくっていうか、働きが大きくなってきて、お腹がすぼまりながら何がしかの腹胸式呼吸になって、自然にウッディアーナバンダが入ってきます。ムーラバンダ、ウッディアーナバンダで、ケーチャリームドラーでウッジャイプラナーヤマやっていると、だん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 ここが軽く緊張してきて、アパーナ、プラーナキとウダーナキがここでキュッと引き締められるような感じになる。それがジャーランダラバンダです。形の上じゃなく内的にプラーナをキュッと引き締めてしまうバンダです。プラーナのバンダ、それが本当のバンダ。3つ入る、それは自然に入ることとして、それがバンダハプラヤ、あるいはトゥリバンダというやつですね。ハタヨガプラディピカに書いてあるのは形だけのことです。サティアナンダ先生言われているように、すべての行法にはハタヨガ的なものとラージャヨガ的なものがある。もう一つ言うと、ラーマナマハリスさんに言うと、ジュニアーナヨガ的なバンダもあればアサナもあれば8段階のヨガがあるって言ってますね。まあそれについては来年堺の方で勉強するよと。では次、クリア一番下に降りていったときに腰、背中、首、頭の力抜いてリラックスしたんです。まあ、本当はダーラナーに入るんですが、まあ、時間がないですし、今マハムドラーの説明5番目としてしたかっただけなので、この時間帯はここまでにしておきます。どうも。じゃあ10分休憩してクリアヨガに。ちょっとね、ダーラナをグッと入れる方法があるんですが、マハムドラーの6番目いきますから、ちょっと足伸ばせるようになさってください。いけますか。まあ座布団はね、しておいてもしなくてもいいんです。してると足引っ張ったら余計引っ張らなきゃないから、かえって辛くて面白いと思って僕は座布団に座ってる時は座布団伸ばしてやってるんですがね、普通はね。余計なものあると中山先生が喉飴二つくれたもんだから喉飴二つとマハムドラやと10時20分まで。そうするとね、今から25分あるんですね。だからマハムドラやった後ですね、時間余ると思いますから、そしたらダーラナクリアちょっとやって、ダーラナやってと思います。そうしたならさっきの延長ですので、またできる方はね、足を反対の太ももに乗っけてください。できない方は構いません。で、今度頭の中心にね、グッとダーラナーするのを入れますので、高血圧だと思う人は無理しないでください。血管心配な人は無理しないで、自分の体と相談しながらやってください。体を前に倒して、人差し指を足の親指に引っ掛けまして、左手を反対方向に伸ばしてやります。では息を吐きながら足先引っ張って、顎も引いて、背中突っ張らせて、お腹を引っ込めて、マニプーラダーラナ。息を吸いながらムーラーダーラに下ろしていって、エインの方からですね、背骨沿いにずーっとプラーナを上げてやりながら、反り上げの形を取っていって、反り上げ終わった時にサハスラーラからアージュニアに意識を落として、アージュニアダーラナクンバカ。息を吐きながら意識をサハスララに上げ直して、そこから背骨沿いに下ろしていきながら前曲げを行って、で前曲げがずっと
進行して終わる頃にはムーラーダーラに達した意識を一旦マニプーラに上げてウッディーヤーナバンダ決めてマニプーラダーラ息を吸いながらムーラーダーラに意識を落としてそこからスシムナー沿いに上げてやってなるべく滑らかに体の動作と合うようにプラーナも上げてやって終わった頃にサハスラーラに行ったらストンとアージュニア頭の中心に下ろしてダーラナークンバカ息を吐きながら頭のてっぺんに意識を戻してやってそれから同じ要領で前曲げとプラーナを下に下げていくのを同時に行います。また息を吸いながら意識とプラーナをゆっくり上げながら反り上げに入っていって最後にアージニアダーラナークンバカしてで息を吐きながらゆっくりとサハスラーラから意識を下に下ろしていきながら前曲げじゃなく前傾姿勢に入っていって意識をムーラーラーの方に持っていきますね。で、息を吸いながら、ムーラーダーラ、スバーディスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージニャー、ビンドゥ、サハスラーラ。その後ちょっとクンバカして、頭の中心捉えてダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラから下ろして、ビンドゥ、アージニャー、ビシュッダ。アナーハタ、マニプーラ、スワーリシタアナ、ムーラーダーラで息吐いて、ちょっと息を止めたまま、マニプーラダーラナ。はい、息を吸いながら、ムーラーダーラ、スワーリシタアナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラで、ちょっと足先引っ張ってくんばかしたまま頭の中心捉えて、アージュニャ、ダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーリシターナ、ムーラーダーラでお腹ギュッと引き締めて、マニプーラダーラナ。息を吸いながら、ムーラーダーラ、スワーリシターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。くんばかしたまま、足先ちょっと引っ張ったまま、頭の中心捉えて、アージュニャ、ダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーリシターナ、ムーラーラ。息を吸いながら、ゆっくりと上体を起こしていきながら、伸びている右足を折り曲げていって、できる方は。それで、右膝を抱きかかえて、右腕で。それから左腕でも抱きかかえて。一旦息をムーラーラで吐いていってください。はい、息を吸いながら、ムーラーダーラ、スワーディシターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラでちょっとくんばかして、アージュニャ、ダーラナ、頭の中心捉えて。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーディシターナ、ムーラーダーラ。息を吐いたままお腹ギュッと引き締めて、マニプーラ刺激。お腹緩めて息を吸いながら、ムーラーダーラ、スバーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラ。で、くんばかして、アージュニャ、ダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュターナ、ムーラーダーラ。はい、ウッディアナバンダ入れて、マニプーラダーラナ。息を吸うときにお腹緩めて、ムーラーダーラ、スバーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニャ、ビンドゥ、サハスラーラでくんばかして、アージュニャダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニャ、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュターナ、ムーラーラハ。右足を、左足をごめんなさい、ゆっくり伸ばしてやって、
それから右足を左足の太ももに乗せて体を前に倒して手の交差を作って息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹も引っ込めてマニプーラ刺激。息を吸いながら意識をムーラーダーラから上げながらゆっくりと反り上げの姿勢とともにプラーナを上昇させていきますね。最後の形でアージニャを捉えてアージニャーダーラナ。息を吐きながらサハスラーラからずっとつむじを経て背骨沿いにプラーナを下ろしていきながら前曲げの姿勢を作っていきます。お腹引っ込めた時にはマニプーラ刺激で息を吸いながらお腹緩めてまたムーラーラーラの方からサハスラーラの方へとプラーナを上昇させていきます。最後の姿勢が完成したらアージュニャに意識を落としてそこでダーラナークンバカです。息を吐く段になったらまたサハスラーラからプラーナを背面沿いに下ろしてやって、最後の前曲げの姿勢完成した後にお腹をさらにギュッと引き締めて意識をムーラーダーラからマニプーラに移してそこでダーラナーくんばかして苦しくなる前にお腹足先緩めてまたムーラーラハラからプラーナをスシュムナー沿いに上げてやります。そして最後はアージュニャーダーラナ、首よく縮めて顎を突き上げてダーラナした方がよろしいですよ。で息を吐きながらサハスラーラからゆっくり下ろしながら次前傾姿勢、そしてだんだん意識を縁の方に持っていきまして息を吸いながらムーラーダーラスバーディスターナマニプーラアナーハタリシュッダアージュニャビンドゥーサハスラーラ、そこで足先引っ張ってくんばかしたままアージュニャの中心捉えてダーラナ、息を吐きながらサハスラーラビンドゥーアージュニャリシュッダアナーハタマニプーラスバーディシタハラムーラーラ、吸いながらムーラーラハラスバーディシタハラマニプーラアナーハタビシュッダアージニャビンドゥーサハスラーラで足先引っ張ってくんばかしてアージニャダーラナ、息を吐きながらサハスラーラビンドゥーアージニャビシュッダアナーハタマニプーラスバーディシターナムーラーラハラ、できる人は息を吐いたままお腹ギュッと引き締めてマニプーラダーラナ、息を吸いながらムーラーラハラから上げてスバーディシターナマニプーラアナーハタビシュッダアージニャビンドゥサハスラーラでくんばかして頭の中心捉えてアージニャダーラナ、息を吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャビシュッダアナーハタマニプーラスワーディシタハラムーラーラハラ、お腹をギュッと引き締めて四足したままマニプーラダーラナ、息を吸うときにお腹緩めてムーラーラハラスワーディシタハラマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャビンドゥサハスラーラで足先引っ張ってくんばかしてアージュニャダーラナ、息を吐きながらサハスラーラビンドゥアージュニャービシュッダアナーハタマニプーラスワーディスターナムーアーラーラで、息を吸いながら上体を起こしていきながら伸びている左足を折り曲げてきて右膝つける人はついて、それから左腕で抱きかかえて右腕で補強して一旦ムーアーラーラで息を吐いていきます。息を吸いながらムーラーラハラスバーリシターナマニプーラアナーハタビシュッダアージュニャービンドゥサハスラーラでくんばかしてアージュニャーダーラナ、息を吐きながら
サハスラーラ、ビンドゥ、アラジュニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュタハナ、マニムーラーラハラ。息を吐いてお腹引き締めてマニプーラダハラナ。息を吸うときにお腹緩めてムーラーダハラ、スバーディシュタハナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アラジュニア、ビンドゥ、サハスラーラでくんばかしてアラジュニアダハラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スワーディシュターナ、ムーラーダハラ。息を吐いてウッディアナバンダ決めて、マニプーラダーラナ。息を吸いながらお腹緩めて、ムーラーダハラ、スワーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニア、ビンドゥ、サハスラーラ、クンバカして、アージュニアダーラナ。息を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージュニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシターナ、ムーラーダハラ。息を吐いて、ウッディアナバンダ、マニプーラシマキ。はい、息を吸いながら、お腹緩めて、それから左足をまず伸ばしてやって、右足も伸ばしてやって、前に倒れていって、両足の親指を掴んでください。息を吐きながら足先引っ張って顎を引いてお腹引き締めてマニプーラダーラナ。息を吸いながらお腹足先緩めてゆっくり体を前に倒していって、さらに息を吸いながらプラーナが背骨沿いに上がっていって頭のてっぺんに達したらアージュニアチャクラを捉えてダーラナクンバカ。息を吐きながら足先緩めてゆっくり倒れていきながらプラーナがサハスラーラからスシムナーラ沿いに下へ下がっていくところをイメージして、最後の前曲げ姿勢を作ったならウッディーアーナバンダ決めてマニプーラ刺激。息を吸いながらお腹から足先緩めてムーラーダーラからスシムナー沿いにプラーナを上げてやりながら反り上がっていきます。最後姿勢決まったならアージュニアダーラナ。息を吐きながらまたサハスラーラからプラーナを下ろしてやって前曲げの姿勢をもう一度作っていきます。前曲げ作り終わったらウッディアナバンダしっかり決めてマニプーラダーラナ。息を吸いながらお腹緩めて足先緩めてまたムーラダーラからプラーナを上げてやりながら気持ちよく弓なりに沿っていって、最後にアージュニアダーラナ。息を吐きながらサハスラーラからプラーナを下ろしてやって前傾姿勢に入っていきます。はい、息を吸いながらムーラーダーラ、スバーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニア、ビンドゥ、サハスラーラ、足先引っ張ってくんばかしてアージュニア、ダーラナ。息を吐きながらサハスラーラ、ビンドゥ、アージュニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシュターナ、ムーラーダーラ。お腹ギュッと引き締めてマニプーラ、ダーラナ。息を吸いながらお腹緩めてムーラーダーラ、スバーディシュターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニア、ビンドゥ、サハスラーラ。足先引っ張ってくんばかしたままアージュニア、ダーラナ。息を吐きながらサハスラーラ、ビンドゥ、アージュニア、ビシュッダ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシターナ、ムーラーダーラ。息を止めたままお腹引き締めてマニプーラダーラナ。息を吸いながらムーラーダーラ、スバーディシターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュニア、ビンドゥ、サハスラーラ。足先引っ張ってくんばかしたままアージュニアダーラナ。息
を吐きながら、サハスラーラ、ビンドゥ、アージニャ、リシュッタ、アナーハタ、マニプーラ、スバーディシターナ、ムーラーダハラ、息を止めたまま、クン、ウッディアナバンダで、マニプーラ、ダーラナ。はい、息を吸いながら、ゆっくりと上体を起こしながら、プラーナが背骨沿いにスーッと上がっていって、アージニアの方まで上がっていったなら、そこで、そのまま、ダーラナーしたまま、任意の座法を取って、ダーラナーできる人はそのままアージニアダーラナー。アージニアダーラナーじゃなく、マニプーラ、アナーハタがいい人はそちらでも構いません。で、ダーラナーまだ定まらないなと思う方は、今、背面を通じて行ったクリアですね。意識の引き上げ、引き上げ、引き下げを行ってから、しばらくしてから、どこか一点にダーラナーしてください。では、どちらかの行に入ってまあ、このようにして、今のようなマハムドラをやって、ダーラナーしてますと、まあ、僕としてはもうクリアヨーガやりたくないっていう感じに定まってきますね。シンシンシンと、奥深くからナーダ音が聞こえてきて、ただそれを聞いているだけでいいっていうような感じに僕の場合はなります。
ただ静かにあること、それが一番素晴らしいと思いますね。まあ時間の関係でこのままダーラナ長くできませんけれども、お家に帰られてからマハームドラどれでもいいです、好きなやり方でやって、その後足りなければもうちょっとクリアやって、ダーラナーして、ダーラナーして静かにあること、それ自体が最高に素晴らしいって定まっていったなら、本当にそれはワンダフルだと思いますね。では次、息を吐く段になったら、クリアやっている人はもう一巡終わってからで結構ですから、体リラックスさせてお休みください。ではこの時間帯はここまでにして、どうもありがとうございました。